日本の民間伝承は、交渉、習慣、物質文化で非科学的に表現された、日本及び日本人の伝承を網羅したもの。日本では、用語、民間伝承は、民話として記述するために使用される、民族学の学術研究として知られる。民族学者はまた学術研究と芸術論考で参照するために、用語、民族資料英語、 高クロアマテリアルを採用している。東北地方の秋田県小賀半島地域では、生ハゲに扮した男たちが、鬼のような仮面と伝統的な藁の岬を身につけて、毎年恒例の儀式として家を巡る。これらの鬼男は、火の周りで怠惰にアイドリングしている子供たちに恐怖を植え付けようとしている神になりすます。これは今なお生き続けている民族観光でも、 特にカラフルな例である。同じ習慣は赤股黒股が沖縄本島八重山列島で儀式として存在し、これはシークレットで写真を撮ることはできない。神棚、小さな神社の棚を所有している世帯は今日ますます少なくなっているが、まだ多くの世帯にある。神道のバージョンでは、キッチンの神様であるかまど神と融合した仏教のバージョンである個人。 アースの神は台所に安置する。日本には、人気カルトには、時には特定の神と、普通、例えば怒りに専念している、不動明王やヒーラー系の薬師如来などがいる。そして多くのカルトには、次のような聖地への敬意を払った中心として、伊勢神宮、または、富士山もある。これらのメッカへの巡礼は、江戸時代以降衰退した。 しかし最近では88の寺院跡の四国巡礼が流行しているほか、人気メディアや情報誌などでは現在、多くの神社や神聖な自然の場所をパワースポットなどとして紹介している。例えば太鼓を鳴らすなど、悪病に行う長いプラクティスのリストとして役よけ、または役払いが行われるが、一部の地域では家の外、玄関先に,に小さな塩の山を置くのが一般的。 潮の散布は一般的に浄化だと考えられているが、著名な例では相撲試合で使用されている。時代のストックルーチンやテレビドラマでも家の主が気に食わない訪問者が去った直後に妻に塩をまき散らすように命じるというのが描かれる。逆に主が仕事に出かけるときに角石などで火花を灯すというのがあるが、こちらは幸運を招くと考えられている。現在では、 更新進,進行カルトが要する沈黙警戒に従事している人は誰もいないが、このカルトは象徴的な三円と関連付けられていることに留意。中国から恩明道を通じて日本に持ち込まれたジオマンシーの痕跡もいくつかある。鬼門という言葉、鬼の門は、交互的には人が常に不運を抱えている可能性のあることを指すが、本来の意味では北東方向を指し、不運。 または危険で悪意のある例を招いているとみなされている。他に、仮想つまり文字通り、家の人相として知られている風水の日本語版もある。音陽や音陽道の片たげなどの概念が密接に繋がったものは、平安時代に貴族によって広く実践されていた、片意味としても知られている。他に、日本で広く知られているタブーに、北枕があり、 これは頭を北に向けて寝ないようにアドバイスしているものであるが、この禁止事項に真剣に注意を払う必要があるものかどうかは会議的なものである。日本の民間伝承では記事は天国からのメッセンジャーとみなされていた。しかし、日本の総合研究大学院大学と国立局地研究所の研究者は2020年3月に西暦620年に 日本の夜空を横切って目撃した赤い生地の落とされたものは磁気嵐の間に生成された赤いオーロラである可能性があると主張した。タヌキの半分上が自在鍵のフックから大釜のハングイロリに変換。他の先進国と同様に高等伝承の生きた語り手を見つけることは非常に困難になっている。しかし時代を超えて収集された民話は多く存在していく。 こうした伝承が一般的な民話として昔話という名称付けられているのは、これらは通常、昔々という出だしで始まるためである。似たものにドットハラインなどいくつかのセットフレーズがある。これらの物語は地元の方言で語られており、イントネーションと発音、語彙の違いで、部外者には理解するのが難しかったかもしれない。 フィールドから収集された多くの民話は、実際には標準的な日本語への翻訳となっている。桃太郎に代表される古典的な民話は、絵本や漫画などの人気のあるコンテンツで、現在も著名であるが、ルーツは江戸時代に印刷された絵本にまで遡ることができ、その原型例になると、物語ルーツは遥かに遡ることが可能。童話作家によって書き直された岩やさざみは、 共通上知られている形式を確立する上で多大な影響を与えた。狐とタヌキといった二つの生き物は特に人、または他の物体に変身する能力について知られている。それらは急須に変身する可能性のあるタヌキ、文福茶釜などのユーモラスな特性の民話で頻繁に発生している。人間と非人間の間の結婚、衣類婚ンは 日本の民族学の主要なカテゴリ、またはモチーフを含んでいる。クレーンの話などの日本の異形の例は、カエルの王様や超自然的な出会いが短い、レダ神話のような西洋の例とは、対照的に主観カップル間の結婚生活の持続期間を説明しており、ハマグリ女房の話など珍しいペアリングも発生するが、私的な書面版など、 より素朴で下品な高等物語の両方に存在する。物語谷市長者のように性別が逆転している。花嫁が小さな谷氏と結婚するものなどもある。劇作家の木下順次による舞台公演には多くの民話が採用されてきた。特にユーゼルは民話の鶴の恩返しに基づいている。小山田誠主演のアメリカのテレビシリーズ、妖怪キングでは、 キャラクターは日本の民間伝承の生き物に基づいている。歌川国吉、幽霊。1850年代。現在、日本の伝統的な情報源から取られた日本のモンスターに大きな関心が寄せられている。妖怪や奇妙な存在のいくつかは民間伝承のようなものであり、口頭で伝達され、大衆の間で広められている。しかし、 それらについての多くの存在や話は、江戸時代以前に、プロの作家によって紡がれ、意図的に創作されたものであり、厳密な意味での民間伝承ではないことを認識しなければならない。根付、狸型陶器などの有名な工芸品は、日本の伝統工芸品に分類される場合がある。日常の家庭の道具の数々は、渋沢慶造によって収集され、これらは現在大阪府水田市の、 国立民族学博物館で収納され、屋根裏博物館のコレクションとなった。リュウムネヨシが率いた民芸運動は美的観点から民芸を鑑賞しようとした。以下の記事では、日本の伝統文化を理解するために不可欠。使用される材料の種類も民間伝承の一部。ありがとうございます。